はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回の動画はちょっと遅くなりましたが、インパクトフェス集う英傑アスイツユの新ガチャ引くべきか性能解説ということでやっていきたいなと思います。あ、これじゃないね、こっちだね。はい、ということで来ました。ついにツユちゃんが来たということで、まあツユファンがどれぐらいいるかは分かりませんけど、果たしてね、今回のツユちゃんどんな性能なのかというところです。でいつも通りになりますが、僕の動画は結構長くなりがちですので、長いなと感じた方は最後にまとめもね、書いておきますので、そこまで飛ばしていただいても構いません。このままね、僕の長い話に付き合っていただけるという方は、このまま聞いてやってください。で一応今回ですね、つゆちゃんと他に UR メモリーも過去のやつがね復刻されているわけですけど、こちらに関してはもうすべてね、過去の解説動画、過去のインパクトフェスの解説動画で喋っているので、そちらを参考にしていただきたいなと思います。今回の動画はあくまで、つゆちゃんに絞ってお話ししますので、例えばこの幻想と草原の性能気になってるって方も当然いると思うんですが、ちょっと前のねインパクトフェスの動画を見ていただければ、そっちで解説してるんで、はい、そんな感じで今回はだからつゆちゃんの解説のみということです。はい、というわけで早速いきたいと思います。今回は地タイプで出ました。で敵単体に 700% ダメージ、自分のアクションスキルのクールタイム1短縮、自分が隠れるの時スキル力 30% アップ、クリティカル率 40% アップということで、まあ、最近結構増えてきたタイプで、アクションスキルのクールタイム PU でプルスウルトラ使った時に短縮できるよというタイプ、そしてつゆちゃんでは確実に必ずこれはついている効果でも、まあ、あるところなんですが、隠れる状態の時にスキル威力と、クリ率アップということで、これただこのプルスウルトラにしかこのバフの効果については乗っかってこないんで、これ3ターン持続とかだったらもっと良かったのかなって気がするんですけど、一応このプルスウルトラにしか乗らないバフがつくと。でこの隠れるってどこで付与するのっていう話が、まあ、このつゆちゃんの一番のポイントになってくるかなと思うんですけど、それがオートスキル、自分が HP50% 以上の時自分に隠れるを付与、チェイン成功時自分のパワー 15% アップ、最大6回、これ最大6回なんで、最大 90% までアップできるということだね。チェイン成功時味方全体の状態異常を防ぐ1回、これ最大3回までということ。まあ、そもそも3チェイン成功させるっていうタイミングがそんなにまあないかなので、まあタイミングだよね。タイミングしかも自分で選べるっていうことなんで、そのチェイン成功時だったらその毎回ねこの状態異常バリアが発動してしまうんですが、3チェイン成功時っていう条件に一応なってるんで、一応任意のタイミングでこのターンでちょっと状態異常バリアつけておきたいなとかっていうことがあれば、その辺は皆さんでね調整しながら、状態異常バリア貼れることができるよということです。はい、でまあ一番言いたいのはここじゃなくてね、その要は HP50% 以上、ちょっと話それたけど、 HP50% 以上の時に隠れるが付与できるということなんです。これがねポイントで、プルスウルトラも自分が隠れる時スキル威力アップなんだよね。でアクションスキル見ても、はい、敵全体の 300% ダメージ、パワーを 30% ダウン3ターン、自分が隠れるの時スキル力 30% アップ、クールタイム4ターンということで、やはりこちらもですね隠れる状態の時、つまり HP50% 以上の時だねはスキル力がアップしてくれるという内容で、もう一つの右スキル、こちらが敵単体の 400% ダメージ、自分のプルスウルトラゲージ 30% アップ、自分が隠れるの時スキル力 30% アップ、クールタイム4ということで、やはりこちらも同じ効果、HP50% 以上の時だけスキル力が 30% アップするよという内容になってるんですよね。はい、で、プルスウルトラでアクションスキルのクールタイム短縮がついているんで、これ両方とも CT3 になってるから 3-3 で打てるってことだね。要はかなりだから回転率はかなりいい方で、しかも自分で CT 短縮ができるので、メモリーとかでわざわざ
CD 短縮系を盛る必要がないし、味方でね CD 短縮系を入れる必要もないと。まあ他のキャラのことを考えるとどっちにしても多分 CD 短縮系入れないと、逆にツユちゃんの足に追いつけないとかそういったことも当然出てくると思うので、まあ、どっちにしろね他のキャラはなんか CT 短縮系つけたりとかすんのかなっていう気はするんですけどね、ツユちゃんに合わせようと思うとね。はい、あともう一つのオートスキル、自分が隠れるとき自分に貫通を付与、自分以外の味方全体のディフェンスを 30% アップ、自分が隠れるでないとき自分に HP 10% 自動回復を付与ということで、こちらもですねHP50% 以上の時だけ自分に貫通を付与できると。でなおかつ、つゆちゃんは隠れているので必然的にね他の2キャラがね単体攻撃の餌食になるわけですよ。隠れるは基本単体攻撃のターゲットにならないっていうだけで全体攻撃を受ける技受ける状態にはなるわけですけど、その間のねじゃあつゆちゃん以外の2人のダメージすごいことになるんじゃないみたいな、2人がすぐ死にそうじゃんっていうところをこのディフェンス 30% アップでカバーしていくわけですよねっていうところがポイントで、一応今回のこのつゆちゃんに関してはじゃあ HP50% 以上じゃないとほぼ火力出ないんじゃないみたいなところが多分一番の短所だと思うんだけど、そういった懸念事項絶対出てくると思うんだよね。でそれに対しての今回の英傑つゆちゃんの答えっていうのがこのチェイン成功時の自分のパワーアップなのかなって。最初の開幕もちろんねスキル2つ溜まってるんで、2ターン目にはもうすでにパワーが 30% アップした状態でもう3ターン目にはプルスルートラ打てるわけだよね。つまりってことでそこで火力をカバーしつつで、なおかつ HP50% 以下になった時 49% 以下か 49% 以下になった時の保険として一応自分に HP10% の自動回復付与できるよという内容がついてるんですよ。まあ HP10% 以下だからね、例えば一気につゆちゃんの HP が削られて残りの HP20% しかありませんみたいな状況で HP10% 回復したところであと3ターン待たないとまた隠れる状態にならないんだよね。まああるいはまた全体攻撃打たれて死んじゃうって可能性も当然出てくるんだけど、なのでちょっと HP10% の保険だけじゃきつい気がするね。なんかたまたまうまいこと言って残りの HP40% になりました、で一旦経てば 10% 回復してまた隠れる状態になりますみたいなことがね、ことがなるできればそんなにねあのデメリットないのかもしんないけど、ちょっとね 10% 回復だけだと心もとないので、あのちょっと戦う敵にもよるかな。例えば敵全体攻撃、敵がね全体攻撃得意な敵が多かったりとかした場合だとちょっとつゆちゃんと相性が悪い、非常に悪いので、そうなってくるときつかったりとか、いたしますしね。はい、そこら辺はちょっと敵クエストにも寄ってくるかなっていう気がするんですが、まああるいはその HP49% 以下になった時も最近だと結構優秀なメモリーで HP が減った時に HP が一気にね回復する系のメモリーとかも実装されていますし、そういったものを持たせるか、もうそういったねサポート HP 回復とか、まあ、つゆちゃんの HP 減らないようにする対策は他のキャラでやって、あくまでつゆちゃんには火力特化のメモリー装備させるとか、そういった考えも全然あると思うので、ちょっと今回のねつゆちゃんの運用方法についてはだいぶ皆さんの価値観によって変わってくるんじゃないかなっていうところがあります。ただいずれにしてもですね、今回のつゆちゃんのメリットとしては地タイプではトップクラスのアタッカーだと思うんだよね。結構純粋なアタッカーで実装されたなっていう感じがするんだよね。かなり今までのなんだろうつゆちゃんよりもすごく火力特化してる感じがしますよね、全てのねアクションスキルにしてもね。で全体攻撃もこれ結構強いんだよね。 300% でスキル力 30% アップだし、まあ、このオートスキルねチェーン成功するたびにパワーも上がってくんで、これでさらに火力特化系のねメモリ装備させたらめちゃくちゃ暴れられるんじゃないかなっていう気がしてるので、ちょっとアリーナも全然可能性あるよね。 アリーナのメインアタッカーとして活躍させるみたいな、貫通もついてるからねこれ何気に。なんであの霧島くんも全然打ち破れる地帯、まあ向こうは一応まあ英傑ね、英傑霧島くんは新タイプっていうこともあったりするから、ワンチャン打ち破れる可能性全然あるしね。
ということで、非常に僕は高評価してます。であと単純に、まあ、僕の手持ちもそうだし地タイプ全体で見てもこれだけ純粋に強い火力が出るアタッカーって少ないんだよね。結構今までいろんなキャラ出てるけどその中でもだいぶ数が少なめなので、なんか地タイプってあんまりなんか火力に特化したキャラいないんだよね。やっぱりなんかそういうなんだろうタイプに多分運営さんがしてるのか何なのか分かんない、たまたまなのかはあえてしてるのか分かんないんですけど、まあいずれにしても僕はこれ久しぶりにちょっとガチャ動画やろうかなって思ってますぐらい、強いと思う。はい。で、そんな火力が出るつゆちゃんですが、短所といえばさっき言った通りね、 HP 49% 以下になった時一気に火力が下がるっていうのと、あとこれ 見てもらえば分かる通りな、スピードアップ系のなんかバフが一切ないので、ちょっとアリーナで使う時とかはね、先行で戦いたいとかって、まあそりゃそうだよね、これ HP 減ったら一気に火力がガクッと下がるわけですから、なるべくならもちろん先行で戦いたいのでスピードアップ系のメモリーをつけるとかね、まあ、あるいはなんかスピード、まあ、最近もなんか開幕ねバトルに出た時点でスピードダウンとかそういったねやべえスキル持ったキャラもいたりしますしね、まあ、そういったところで何らかスピードを工夫してね、まあ、操作するとか、まあ、あるいはスピードアップとかね、するとか、そういった手法で、まあ、つゆちゃんをサポートして、まあ、あくまでメインアタッカーとして動かすっていうのも全然いいと思います。はい。ということで今回の動画ちょっと意外と短いかもしれない、メモリーがなかったからな。はい。まとめ、新ガチャ引くべきかどうか。はい。今回のつゆちゃんは結構地タイプの中では屈指のアタッカーと言ってもいいんじゃないかなと思います。地タイプ自体があんまり火力に特化したキャラが少ない感じがありますので、多分皆さんもね慢性的に地タイプ不足かなと思うんだよね。もちろん毎回課金してちゃんとキャラ揃えてますって人はともかくね、無課金の方とかあと最近始めた方は多分おそらくいない、少なめだと思うので、ぜひねこの機会に地タイプの、まあ、アタッカー狙ってもいいんじゃないかなと思います。ただ、つゆちゃん使う上での、まあ、注意点とか短所っていう話になってくると、 HP がね高いうち HP50% 以上の場合だと火力が結構出しやすいんですが、 HP が 49% 以下になった時一気に火力ダウンしてしまうので、全体攻撃連打してくるような敵とか、あとは単純に長期戦とかでねになった場合だと息切れする可能性も高くなるので、それをカバーできるような、まあ、メモリーであったりとか、あと味方のねサポートキャラとか入れてなんかカバー、短所をカバーできるような、編成とか立ち回りができると強いんじゃないかなということだね。まあ、あくまでつゆちゃんはスピードアップとかねそういったことも考えずに本当に火力特化のメモリー装備させて一撃必殺、貫通の一撃必殺狙っていくとか、そういった戦い方も全然ありだと思うんで、はい、今回のつゆちゃんは高難度とかね、まあ、アリーナでも全然使っていける性能なんじゃないかなと思います。はい。ということで久しぶりにこの後はねガチャ動画アップしたいなとやりたいなと思っておりますので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考だった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。